2010年1月からスタートしたミュージカル忍たま乱太郎。2015年10月には品川ステラボールにて初のコンサート、忍術学園学園祭を開催。2016年第7弾再演にて初の尼崎静岡公演を開催。2017年第8弾再演にて通算公演回数300回に到達。累計入場者数は延べ22万4000人。そして2017年9月24日舞浜アンフィシアター、ミュージカル忍たま乱太郎第8弾忍術学園学園祭開幕じゃ。
それなりつまずいても起き上がる。失敗して落ち込んでも励ましてくれる仲間がそこにいる。いよいよ来たぞこの時が、ついに来たぞ僕らの時代、これが僕らの初任務。同じ景色見る仲間がここにいる。
3本のふんどん針がついた隠し向き振り回してよし投げてもよしのみんな一緒に見せた俺の武器は形を見せずに敵を撃つ手に隠れる鉄槌刀の威力も受け止められるみんな一緒に通結だ必殺の三日月型の刃触れるもの皆危険なこと小さくな勝負だ僕の得意技は石をより遠くまで投げるための道具投石紐を使いシャッパ通訳中のメイクルリツのインジだ今だ俺たちの集中にあるもの解き放つべきこの瞬間鍛錬の成果見せつけろこれが本当の俺たちだ己の想像を超えてみろ己を超えれば NOOOOO
流せ任務任務任務患者探せ奴らの痕跡を奴らの痕跡を奴らの痕跡を探せ始まったぞさん忍術学園学園祭東京千秋楽が始まったぞ。改めまして本日はミュージカル忍たま乱太郎第8弾忍術学園学園祭東京公演にご来場いただき誠にありがとうございます。僕たちが開催するこのミュージカル忍たま乱太郎の学園祭任務としては3回目、そして僕たち5年生としては初の学園祭です。こうして開催することができるのもここにいる皆さん、そして家から遠いところから応援してくれている皆さんのおかげです。本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今回も前回の学園祭に引き続き兵庫水軍の皆さんが参戦してくれました。イエーイ。兵庫水軍さんを代表して何か一言いただいてもよろしいでしょうか。一言、はい、ごめん、すまん、私がちょっと恥ずかしくなってしまったいやみんな楽しみ準備はできてるか。帰れる体力も残すんじゃねえぞ。お前たちを満足させてやる。最後までついてこい。以上です。ありがとうございます。さあみんな、今日はさ、いつものミュージカルとは違ってコンサートなわけじゃん。うん、どう。はいはい、はい、いい返事だ。はい、ああ、甘いな。行ったれ行ったれ。あ、かわいいでしょ。かわいいね。かわいいんだよ、ほんとに。もっと言ってあげたら。みんな甘やかしちゃダメだからね、ほんとに。雷蔵は舞浜アンフィシアター。2000人の皆様、ここ舞浜アンフィシアターはとても広くて、とても大きくて、とても丸い場所なんですただ僕は、ふわ雷蔵は今日迷いません。お皆さんで盛り上がっていきましょう。はい、どうぞ。ありがとうございます。僕は今最高に幸せです。最後までみんな一緒に盛り上がっていきましょう。いいですか、僕行っちゃいましょう。オープニングからズバーッと全力で僕ら駆け回ってきましたけど、任務でここを段上がった時に見える青一色のペンライト、最高です。本当に皆さん、今日は幸せになって帰れよ。そしてまだまだ曲がいっぱいありますので、どんどんペンライト振って声出して笑顔で頑張っていきましょう。五年生、はい、もうどうした。いや、何もないし。何ですか。何ですか。お前たちなら、はい、みんなを幸せにできるぞ。みんなも五年生と一緒に盛り上がってくれました。
アドバイスだ、うん、ありがとうございます。あ、せっかくなので兵庫水軍の皆さんからも何か一つアドバイスをいただけないでしょうか。わ、はい、かった。ラストは三好丸。よっしゃ、お頭の命令なら。よっしゃ、先輩。5年生の皆さん、はい、去年は我々も皆さんと同じ立ち位置でした。はい、6年生の皆さんから受け継いだものをしっかり紡いでいきましょう。はい、はい、皆さん、三好丸といえば、ちょっと待って、水軍会議します。やはり私には、水軍会議します。すいません、おかしら、ね、おかしら、すいません、おかしら、すいません、そうなる、すいません、おかしら、急にやるから、おかしら、おかしら、すいません、やはり私には人の機微というものはよくわからないです。いや、三好丸といえばなんだろうな。でもすごくかっこよかったです。はい、すごくかっこいい、かっこいいですね、やっぱ潔い。なんだろう、三好丸といえば、三好丸といえば、もう一度いきます、もう一度いきましょう、もう一度、三好丸といえば潰すぞですか。私に向かって潰すぞ。潰せるものなら潰してみろ。逆に潰してやる。かかってこい。あそこからかっこよくできるのすごいですね。ね、さすが調査員長みたいな感じ。やめろ、すごいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、何事もなかったかのように、ね、すごいです、ね。ああ、皆さん、はい、忘れちゃいけません。はい。僕たちの恩師、忍術学園の先生方にも参加していただきました。ありがとうございます。どうも、先生でね。楽しんでるか。先生方、学園祭ということで何か一言ずついただいてもよろしいでしょうか。はい、ではまずその前に出席を取るぞ。どうしたんですか、どうしたんですか、どうしたんですか。1年は組のことを思い出したら胃が、なので一言だけ言わせてください。皆さん、私の後に続いてはーいと大きな返事をしてください。はい、いきますよ。皆さん、体調が悪かったらお近くのスタッフさんに言うんだぞ。はーい、スタッフさん。ありがとうございます。大丈夫ですか。体を張った、大丈夫です。素敵です。大丈夫、さすが土井先生。さすが先生。サブロー。はい、おお、急に怖っ。めっちゃ怖い。山田先生、お前たちの盛り上げ方、はい、よかったぞ。ありがとうございます。よかった。それに負けずにもっと楽しんで盛り上がるぞ。もちろん。はい、お前は幸せに楽しんでるのか。楽しんでます。忍者はガッツじゃ、忍者はガッツじゃ、忍者はガッツじゃ。よし、お前のオリジナルの掛け声でこの会場を一つにしよう。頑張れ、もんじろうくん。やっと去年から我慢してたのができた。やっと今年いますよ。もちろんといえば、キンキン。すっきりした。ありがとう、学園長。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ皆さん、今日はいつものミュージカルとは違ってコンサートです。拍手歓声は大歓迎、はい、オールスタンディングで盛り上がっていこうぜ。汗かく準備はできてますか。大声を出す準備はできていますか。
ギンギンに盛り上がってくれますか。まずは僕たちのこの曲を。変装名人生き物好きの高円寺やれることやってみるよ6年生の背中を持てやれることやってみるよ明るい未来
頼りくてなくなればいいのに、それは決して悪いことじゃない。どうやったらなくなるのだろう、迷ってこそのお前じゃないか。はぁ、感じたその時
スへの扉開くまで越えていこう。何度でも明日への扉開くまで。
一体どうしたんだ。寂しいこと言わないでくださいよ、三好丸の兄貴。俺たちにも何か手伝わせてくれよ、シゲ。そうかそうか、悪かったな。あといと紛れじゃねえか。過去の二人がどうしてこんなところにいるんだ。おい、お前ら大丈夫ですか。いいぞ、俺たちのことはいいから、まずはこの会場にお越しの皆さんにご挨拶をするんだ。はい、はい、皆さん、はじめまして。年齢は18歳。魚座 A 型。23巻初登場。29巻で名前が判明。兵庫水軍加古、マギリでーす。皆さん、こんばんは。年齢は16歳。双子座の B 型、兵庫水軍の最年少、加古アトイです。よし、アトイ真ん中来い。せっかくだ、正面切ってしっかり挨拶しろ。腹から声出せよ。よろしくお願いします。よろしく頼むぞ。マギリ、アトイ、いよいよ第9弾も発表された。今度は忍術学園が何やら大ピンチらしいな。そうなんだ。お頭、何でもマギリ・アトイが大活躍するらしいですよ。そうかそうか。お頭、今日は私たちもぜひ兄貴たちと一緒に歌わせてください。お願いします。この合印を掲げて。わかった。ここにいる会場のみんな、いいかな。ありがとうございます。それじゃあ、忍術学園学園祭でしか聞けない兵庫水軍8人の歌声、しっかりと聞いてくれ。ありと歌われた兵庫水軍じゃねえか。何はどうかぬ黒雲はスバルを隠す、怒り下ろして島陰に風なぎ待てば、もし嵐が吹こうとも大海原に男
こもり歌に育った俺たち、おたけびをあげて波に向かった波にしごかれ飲み込まれ這い上がってきた板子一枚命の境フィギュアと作法にばかりこだわっていた。あいつらの去った場所を見つめていたら
信じてくれた先輩たち、だからこそ見守ってやろですね、お前たちもなかなかだったぞ。ありがとうございます。兵庫水軍の皆さんもありがとうございました。ありがとうございまし ました。さあみんな盛り上がってるか。というわけでここからも兵庫水軍の皆さんを含めたこのメンバーのみで盛り上がっていきたい。ちょっと待って、プンポー、我らドクタケ忍者隊、うぃー、おい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 、私たちのことを忘れてもらっちゃ困るんだよ。そうだそうだねえ八方斎様。その通り。お前らばっかりいい格好させるわけにはあいかねえんだよ。そうだそうだねえ八方斎様。その通り。ほらほらほら、どいてどいて。ドクタケ君、ただいまよりこのコンサート会場を我らドクタケ忍者隊が占拠する。イエーイ。お前たちまた来たのか。ああ今年も来たぞ。イエーイ。お前たちが乗っ取れるわけないだろう。ちょ、何て言うの。どうした、棒読みなんだよ。どうした、喜んでくれてるじゃん。何を言ってるんだ、何を。そうだそうだ、去年の我々の活躍を忘れたのか。そうだ、八方斎様のあのドラムをね、皆さん、八方斎、八方斎、ほれ八方斎、ほれほれ八方斎、ほれ八方斎、ほれほれ八方斎、八方斎、先輩、やっぱおかしいから、おかしいでしょ。ああ、うん、そうか。あ、でも確かにかっ飛ばしたぐらいすごかった。そこで噛んでる。すごかった。すごかったですね。すごかった。あれはすごかった。そういうことは。すごかったです。今年もドクタケは。今年もドクタケがこの会場を盛り上げていくぞ。その前に、はい、まずはやらなきゃいけないことがあるでしょ、皆さん。そうですね。バンドの皆さんをちゃんと紹介したいと言ったでしょ。そうなんですか。ちゃんと紹介したいと言ったでしょ。大事なことです。はい、お邪魔します。いいですか、ちゃんと聞いてください。はい、はい、改めまして、ギターの誠さん。マッケー。キーボードの仲間井ティモ智彦さん。ドラムの田中明さん。ウッディ渡辺さん。ちなみにウッディさんの好きな食べ物は銀杏なんですけども、ただあの踏むとあの臭くなっちゃうから本当は嫌いらしいです。どっちだよ。どっちですか。わざわざバンドさんを紹介しに来てくれたんですね。わざわざありがとうございます。いえいえ、どういたしまして。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございま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 した。違うわ、違うわ、今日はコンサートだぞ。俺たちにも歌わせろ。今日はコンサートだぞ。もう、もう、もう、足腰が来てるんだから、立ちましょう。あ、すみません。あ、すみません。あ、すみません。
立ちましょう、立ちましょう、もう、ああもう、あ、ちゃんと吐いて、ちゃんと吐いて、いろいろ起きてるから、大丈夫ですか、ああもう、その熱い気持ちで、分かった分かった、分かった、あとは、はい、任せた、いいのもんちゃん、いいよ、いいのもんちゃん、盛り上げてください、あり、分かった、はい、分かった、お前ら行くぞ、はい。よく盛り上げてくれよな、ありがとう、ありがとう、お願いします、完璧に決めろよ、早くしろ、足元気をつけてね、ちょっと暗いから、あいつらいいやつだな、はい、八方斎様郎党選挙いたしましたぞ、よっしゃこの勢いでいつものあれやるぞ、ドクタケスッキースッキー、もう一丁ドクタケスッキースッキーからのうーん、ドクタケありがとうございます、タイムシンドルセンサー、よっしゃ乗ってきたぞ、じゃあ1曲目、あ、ごめんごめん、1曲目ちょっと待って、1曲目行くのにごめん、1曲目準備しなきゃいけなかったよね、あー1曲目行く前、あーいけー、いやすごいですね、ありがとうございます、よし準備して、準備してきます、準備できたらお声かけてください、ありがとうございます、わあすごい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 ぞ、すごいぞ、見えてるぞ、2階2階じゃねえ、奥も見えてるぞ、いやよく見えてるぞ、おお、全部見えてるぞ、そこ、オッケー、よし、そこまだ1個白いぞ、オッケー、準備できた、ちゃんと中に、はいはい、神手袖準備できました、オッケー、オッケーです、下手オッケー、オッケー、八方斎様準備が整いました。よし、神下 OK だ。あ、すみません。ちょっと待ってください。はい。はい。OK です。OK 出ました。ちょっと笑ってんじゃん。なんだ今の間は。ちょっと笑ってんじゃん。なんで笑ったんだろう。OK 気持ちが整ったところで、お前ら盛り上がるよな。それでは行くぞ。まずはこの曲。ドクタケ水軍だ、いけー、みんなもドクタケになって盛り上がっていくぞ、みんな一緒に行くぞ、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、竜巻、
まり、ケール、ジョバシ、ナオレ、ジョバシ。皆の者、よくぞ参った。素晴らしいです。素晴らしいと思います、八方斎様。じゃあこの勢いで。よし。それでは立て続けにみんなの心をわしづかみじゃ。次の曲は皆様お待ちかねんの世界にドクタケのわー、いくぞ。たとえ道が違っても心は一つ。世界に毒竹の輪、手をつなぐ広がってサングラス越しに微笑み合おう。世界に毒竹の輪、肩寄せて抱き合って広がってサングラス越しに微笑み合おう。世界に毒竹の輪、肩寄せて抱き合ってサングラス越しに涙しよう。のため参戦させていただきます。ドクタケ忍者隊現実養成講座出身、こっちだよ、セッキー。ああ、こっちだ。ああ、セッキー。八方斎様、よくぞ参った。お前が来たということは久しぶりに現実を見せてくれるのだな。かしこまりました、では早速。よし、今からお前たちはアイドル歌手だ。小さい頃から夢だった、見渡す限り埋め尽くされたコンサートホール、割れんばかりの大歓声、無数に広がるペンライトの大海原、叶わぬ夢だと思っていた。
こんな人生の年輪を重ねてしまってからであった。確かに夢は人を惑わせるかもしれない。見果ての夢を追い続け自らを滅ぼす人間だって大勢いる。夢に破れ自分に傷つき倒れ込んでいく。それでも人は夢を見るからこそ無限に強くなれるんだ。君は言ったね。私には私の、あなたにはあなただけができる何かがきっとあるって。そしてそれを見つけた時、きっと君は周りの人間を幸せにできると思うって。それが今夜やっと叶うんだ。やっと叶うんだね。聞こえるかいロック。ああ聞こえるさ。ゴーゴー。ここ舞浜で俺たちを呼ぶ。この舞浜で俺たちを待ってる。エンジェルたちの声が、見ててくれ、ここ舞浜で輝く俺たちの夢の結晶。聞いてくれ、この舞浜で歌う俺たちの夢のラプソディ。いけー。聞いてください、恋する瞳のオンマイハート。恋する瞳オンマイハート。傷つかないでそんなに悲しく泣かないで泣かないで。みんないくよ。シャボンのような You are home。 眠れぬ夜に伸ばした、手のひら届かない。ドクタケ忍者のものだ。はじめまして。私はドクタケ忍者隊の幻術使い石器だ。石器、よく来たな。どうだドクタケ学園学園祭の雰囲気は。よいしょ。いやいや違うだろ。コンサートは初参戦だったな。どうだドクタケ学園学園祭の雰囲気は。いやいや違うから。いやもう最高でございます。最高、はい、最高。なあマルサナねえ、おそうか、セッキとマルナナはドクタケ養成講座時代からの
同期ではないか。そうだそうだ、さようでございます。よし、そうだ、それでお前たち二人でコンサートを真っ赤なドクタケ色に染め上げてほしいのじゃが。かしこまりました。いける、いける。では私たち二人の演舞というのはいかがでしょう。二人で演舞、皆さんいかがでしょうか。いいね、いいね、おいいいね、頼むよ、うん、いろいろ頼むよ、気をつけて、ありがとう、1,2,3,4、ちょっとカメラ意識して、合コンどこ行くの。ありがとう、1,2,3,4、どこ行くの、え、高えな、うん、あ、お前、はい、あの普通の会話になってる、あ、そうか、うん、普通の会話、おい、はい、久々じゃないの、設計、おい、どうだったよ、後ろでずっと待ってたじゃん、はい、どうよ、暑いね、あ、そういうこと、衣装暑いよ、激熱ですよ、いや、一緒にやりたいっていうことじゃなくて、暑かっただけ、あ、いや、暑いですよ、裏も、裏も暑い、いや、裏でもやってたということ、ずっとですよ、はいはいはい、最高だよ、はい、ただいま、知ってるから、はっ、いやいやいや、あの、いやいや、ごめんなさい、我々どんどん下がってきてる、そう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 、ね、我々下がりすぎ、まあ、最初そこだったんだけどね、うん、どんどん下がってきてるから、現実か、だから、だから、せっき、いいから、せっき、いいから、多分ね、久しぶりだから距離がどちょっと生まれてるんだと思う距離で、我々はちょっと離れたいんだけど1月だったし、僕そういうこと言うのやめてくださいそうだよな、うん、みんな一緒だよね、あれ、あれ、なんで、そうだよ、じゃあだからセッキ、違うの違うの、だからなんか、なんかあるんでしょ、うん、ね、はい、どうぞあれ、ドクタケセッキセッキ、ほら、やれたじゃん、からのドクタケセッキセッキ、すごいね、なんだよ、すごいよ、だから下がってきちゃダメなんだ、ねえ、なんでさ、みんな舞台面はここまであるんだぜ、いやいや、そうそうそう、だからあんまり、サイドのね、サイドのお客様にもちゃんと席を見てると思ってるんだよ、こっちもあるんだぜ、こっちもあるんだぜっつって、走れ、セキちゃん、反対、反対、反対は、もう反対、あっちゃあっちゃあっちゃ、いや、すごい、今度あっちゃ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 、早く早く早く、これやっとこう、早くしろ、あ、やっぱりあっちあっち、あっち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 、違う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 、前も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 、うん、席もういいかな、もういいかな、マイクマイク、うん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 、もういいかな、あ、いい、大丈夫、もういいよ、みんな席の気持ちは受け取っていただけましたか、ありがとうございます、っていうかさ、はい、お前ら演舞やるって忘れてね、あー、いけねー、よし、それでは席決まるなら、お前たち二人でこの会場を真っ赤な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 毒竹色に染め上げてみろ、はよし、やれ、
さあここからは私の現実によるシャッフルメドレーだ。誰がどの曲を歌うかは私のさじ加減。おっと、その前に皆さん立ち上がろうか。盛り上がりましょう。では何の曲がよろしいかな。俺に現実をかけてくれ。そうだな、まあ人生いろいろ限界を決めるというのも、誰が決めると言ったら自分だとは私は思うが、皆さんの限界はどこにあるでしょうか。自分だろ。今日は限界超えて楽しんでください。ではまず1曲目、この曲をこの人たちが歌う。今からお前たちは兵庫水軍だ。波をこもり歌に育った俺たち、雄たけびをあげて波に向かった
誰だか襲われようとも手などかしはしないから、楽しそうだな。すれ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 、ぎょい。では次の曲に参ろう。次の曲は、この曲をこの人たちが歌う。今からお前たちは忍術学園5年生だ。よっしゃー、お花だもで、ド派手な個性の先輩とすごく可愛い後輩に、いつも挟まれ控えめなちょっとお茶目な私たち、やればできると、自分自身で自己評価、もうある宝詰め隠す、ちょっと控えめな私たち、豆腐空いてて寝ぼけ、 YouTube だべ変装名人、生き物好きの5年生、やってみるよ6年生よ、背中を押せ、やれることやってみるよ、明るい未来つかめるように、やれることやってみるよ、自分たちのやり方で、やれること完了。あーって八方斎様にいつ言えんだよ。あ、失礼。では次は最後の曲と参ろう。みなに悲しい顔は似合わぬぞ。楽しめ。では参ろう、最後の曲。この曲をこの人たちに歌ってもらおう。今からお前たちはドクタケ水軍だ。
こうなんじゃない、遠くだけの絆そう簡単に揺るぎはしない、月曜にかかる目と身の白いの証し、力の差はロボとも、たとえ道が違っても心は一つ、世界に届くだけのは手をつない広がって、サングラス越しに微笑む、みんな最後一緒に塩江文次郎だよ。おいおいおい、ドクター系のこと、おいおい、忍術学園怖い。悪いよな俺って。さて皆さん、現実の凄さを思い知ったであろうか。現実に不可能はない。ドクタケ天下統一のためまた現れるだろう。また会おう。Yeah.
みんな楽しんでるか。皆さんで足とスパートですよ。最後まで盛り上がっていきましょう。これからもずっとずっと俺たちに人民についてこい。生き物好きの悪役、後輩からも慕われる生物委員会委員長代理、成績優秀と不付き、文武両道マイペース、火薬委員会委員長代理。みんな行くよ、みんなついてこい、俺たちに後ろ振り向かず前だけ向いて、一緒にみんなついてこい、俺たちにプロにの道を突き進もう。初代も俺の豆腐料理美味しいでしょ。生き物を飼ったら最後まで面倒見るのが人として当然だろ。みんなついてこい、俺たちに後ろ振り向かず前だけ向いて、せーの、みんなついてこい、俺たちにプロにへの道を突き進もう。Thank you。Oh, how about you?
して再生、一票投資開始で再生、一票投資開始で再生、一票投資開始で再生、技術学園留学の願書受付中、希望あふれる忍者志望者募集中、犠牲住所実用主義公設精霊教えば主権は厳しくないに限らはバディストーリーオール教授ミスグリーンアドタイスグリーンオン早くロケットしてかばり幼稚学年カラリコ信号感動学年小鳥の方一票投資開始で大変ハロースイート中旬と強い心と正しい心何にも負けない丈夫な体欲張りよろしくありませんもう頭を目立たぬように控えめ大事忍者忍者とにかくか入学期は必要だけど忍術使って入学の対象受け付け中早くいっぱい入学希望者募集中お問い合わせはこちらまで0120忍者忍者場所は君です。皆さん、アンコールありがとうございます。ありがとう。昨年舞浜アンフィシアターで6年生たちと見たこの景色、そこから他の仲間の気持ちを受け取り、俺は8段へ向かいました。そして8段で新しい戦争と出会い、新しい組を作り、そして可愛い後輩たちに出会い、今まで俺が教わってきたもの、そして他の仲間の気持ちを伝えてきました。5年生は不器用だけど、でもがむしゃらに必死に頑張ってくれて、8段不安に思ってた方がたくさんいたと思います。でもそれをみんなの笑顔を見るために5年生頑張り、そして水軍のみんなも全力でぶつかってくれて、ドクタケのみんなも元気にいつも明るくて、先生方も厳しくしてくれながらも時には優しくいつも指導してくれました。みんなが一人一人がこの作品に思いがあって、それもみんな素直だからそう思える仲間なんだろうなって思います。見に来てくれるみんなも素直な方ばっかりで、笑顔になったり泣いたり笑ったり、その表情を見るのが僕たちは本当に幸せです。俺は卒業ではありません。本当に遠くに行くだけです。だから行ってくるね。みんな帰ってくると思います。その時は笑顔で迎えてください。そんな大切な仲間をこれからも見守り続けていてください。俺はみんなに出会えて本当に良かったです。そんな大好きな大好きな忍たまファミリーのみんな、そして遠く離れていても応援してくれている忍たまファミリーのみんな、そして裏で聞いている仲間みんなに俺の気持ちを届けたいと思います。聞いてください。お前たち何を気にしている？お前らしくもない。なくしたものがあるならば
また見つければいい。ありがとう。何も気にしてないと言えば嘘になる。どう向き合えばいいのかを思い悩んで立ち止まっても光照らすよ俺がそこにいる。自分の影が一つずつ集めたら最後にこの曲をみんなで届けたいと思います。君に捧げる歌。Yeah.
ありがとうございました。以上をもちましてミュージカル銀魂